はい、ちょっと今緊急で動画撮ってるんですけど、これですね、昨日の夜あった出来事でして、ちょっと動画にするか迷ったんですけど、まあちょっと皆さんへの説明っていうのもあったので、動画を撮っております。えー、昨日の自分のツイッター、今日の朝か、投稿したんですけど、救急車で運ばれましたっていう、えー、投稿をさせてもらったんですけど、まあその詳細をですね、ちょっと話してた方がいいかなと思ったんで、まあこの仕事関係なんで、話しておきます。先日の動画で、 大阪からユーポンくんが関東に半年間来てますっていう動画をあげましてですね。まあ、その今関東で学びに来てる。何を学びに来てるかっていうと大きく分けて二つ。まず本人が今大阪で活動してて、関東に来て人間として大きくなるためにいろいろ成長したいっていうんで、まあ、一人暮らしだったりとか自分でこう生活を作っていくっていうのと、もう一つが SNS の勉強。 えー、まあ、YouTube、Twitter、Insta、TikTok、などなど、まあ、今彼も頑張ってるとこなんで、えー、その、まあ、自分ら野球系の動画を上げてる人たちが多くいる関東に来て、その辺を学びたい。まあ、学んでほしいというのがあって、えー、関東に来ておりました。まあ、来てます。今もいるんですけど。で、来たのが2月の上旬で、2月、3月、4月、今ちょうど3ヶ月経ったんですよね。半分経過、経過はしてますね。半分は経過してます。っていうので、ちょっと今半分ぐらいなんですけど、 えー、結構本人的にも、やっぱりあの動画とかの中では、TikTok とかの中では、あのー、楽しい感情出してるとは言ってたんですけど、やっぱり19歳未成年でこっちの全く知らない地に来てですね、今埼玉なんですけど、そこで活動するっていうのは結構彼なりにやっぱストレスになってるっていうのを最近ちょっと相談を受けてまして、まあ、大阪に戻りたいわけではないんですけど、やっぱりこう、なかなか環境に慣れていかないですねっていうのは話して,てですね、 えー、まあ、その辺がちょっとストレスが溜まっていってたっていうのもあるんですけど、昨日の夜、ちょっと倒れてしまって、救急車で、自分が救急車呼んで、まあ、一緒に自分はこう、救急隊の人と喋って、で、ちょっと病院に行ってきました。で、今日はもう、あ、昨日の夜退院っていうか、点滴を打って、その、ストレスとかを和らげるやつがあるらしいんですけど、その点滴を打って、もう普通に目が覚めて、今はもう普通にしてるんですけど、ちょっと今は自分は席外してて、っていうことがありました。で、まあ、ちょっとこれはですね、 たあの、どういう経緯があったというか、まあ、ゆうぽんくんのことについてちょっと自分から話そうかなっていうので、まあ、本人の動画とか、まあ、あと向こうさんのインスタとかではちょっと話してたと思うんで、別にこれは隠すことじゃないと思うんですけど、あの、まあ、本人、ゆうぽんくん自体が、もともと持ってる、目の病気っていうかなちょっとこう、光が、なかなかこう、反射して、ボールとか、その、 明るすぎると見えないっていうのがあるんですよね。これは、あの、もう生まれつき持ったもので、本人はそれで頑張って野球をやったり、まあ日常生活を送ったりしてるんですけど、やっぱりこうインパクトが見えないらしいんですよ。あの野球のインパクト。で、その、例えばナイアゴロとかも半分くらい来たら見えるみたいな。もう極端に言うとるんですけどね。例えばその黒土でとかだったら環境は変わるらしいんですけど、白土系とか結構こう日が強い時、あの日光。 が強いときにやっぱそうなってしまうことが起きるらしくて、それでもやっぱり野球を続けていくっていうことが、よっぽど野球が好きなんだなって自分は思って、最近活動してます。多分自分よりも全然野球が好きだと思うんですよね、本人は。で、あと、他にもなんか色々症状があってですね、その発達障害的なとこがあるって本人も話してて、結構その両親もその説明を 大阪に来る前、大阪からこっち来る前に自分説明受けてたんですけど、まあ、その辺も頑張りながら、まあ、日常生活を送ってるというところをですね。ちょっと皆さんに知ってほしいかなというので、動画を今撮ってます。まあ結構うちのチャンネルのコメント欄では別にユーボン君に対する批判とか全然ないんですよ。ぶっちゃけ。あの、この前の動画とかでも。ただやっぱりその本人がやってる TikTok とかはまあ正直かなり大荒れしてるんで、うん、まあそういう人たちを止めろとは言わないんですけど、この動画を見てくれている人たちにはですね、 まあ、うちの少者さんのは、まあ、優しいって言ったらいいですけど、あの、そういう方が多いので、別に自分その辺心配してないんですけど、まあ、TikTok とかのコメント欄で、やっぱり、まあ、本人も、そういうことを言われて、メンタルが来ないわけではないと思うんですよ。ゼロではないと思うんですよ、ダメージが。もう慣れたと本人は言ってるんですけど、やっぱゼロではないと思うんで、ちょっとずつでもこう、メンタルには来る。しかも未成年だから、はい。そういう多分、ケアも、 まあ自分26ですけど、自分26でもたまに来るときあるんで、メンタル。まあ、そういう誹謗中傷というか、そういうコメントですね。もう一度考えてほしいかなって思いました。まあアンチではないと思うんですけど、やっぱりこう、顔が見えないところで文字を打ってしまうっていうのはですね、いくらでも打てますし、まあネットは今そういう時代なんで、それで自分を追い込んでしまって、まあ自殺したいっていうケースも過去にありましたので、YouTuber さんとか TikTok とかで。はい。 まあそういうところもですね、あの、もう一度考えて SN、SNS の投稿、コメントとかしてほしいなって改めて思いました。まあ本人はちょっとこれからどうしていくかっていうのは今ちょっと相談昨日とか話してまして、まあ今日の朝も話したんですけど、やっぱり本人はめちゃくちゃ変わりたいと。変わりたいっていうか成長したいっていうのはもちろんあるらしいんですけど、やっぱり自信はないって言ってたんですよね。やっぱその自信をつけてあげるのが大人だと思ってて、まあ自分とか向こうさんとか、結構最近絡んでる、 ので、そういうところで、こう、少しでも、元気というか、勇気というか、その辺を与えられたらいいかなと思って、ちょっと今日も、あの、朝話して、一緒に飯食って、温泉行ってっていうのをやってきたんですけど、皆さんにお願いできることといったら、やっぱり、そういう病気とかを持ってても、頑張ってるゆうぽんくんを応援してあげてほしいなと。うん。もちろん、あってとは言わないんで、そのコメント欄でもいいですし、高評価ボタン1個でもいいですし、まあ、TikTok だったらいいね、まあ、ハートボタンでもいいですし、 何かこう、まあ、自分らの前にゆうぽんが現れて一緒に活動をしているってことなんで、まあ、それは自分も見放すわけにはいかないなって思いました、まあ、自分の周りにあまりそういう方がいなかったのでこれまで、まあ、自分も、はい、そういうところで一緒に乗り越えていきたいなって思って頑張っていきたいなと思います、はいまあ、あの面倒を見れてるか自分はちょっと分かんないんですけどでも今週5週5ぐらいで一緒にいるんで 大阪に戻った時まあちょっと休養するかもしれませんがまあ元気は元気なんですよね普通にあやっぱあの追い込まれると出ちゃうみたいなその症状がっていうのはあるのでうんちょっとこれから自分も頑張らなくちゃいけないなって思いましたただまあちょっと今話してる感じだとちょっとまあ休養してまた頑張るってことなんでまあ動画ストックしている分は普通に動画上がるんですけどとりあえず今は関東修行はちょっと休憩かなっていう感じでまあちょっと動画とか出なくても。 あの、ま、心配せずに。本人は全然今日元気で、あの、もう点滴も打って回復して、食欲めっちゃあるんで、っていう感じなんで、これはちょっと動画にしときたいなと思って、今日カメラを回しました。そんな感じで、ちょっと今日ノーカット編集になってるかもしれないんですけど、ちょっと急ぎ目の編集で今日あげてるんで、はい、もし、応援してくれる方、ま、自分、このコメント欄でもいいですし、ま、多分この動画ゆうぽんくん見るかわかんないですけど、ま、ゆうぽんくんの TikTok でもいいんで、あの、ぜひ、応援、コメント、高評価、いいね。 押してあげてください。ユーポン君の TikTok に。まあ、自分のこれでもいいですけど。はい。というわけで、また、完全復活しましたら、ガンガン出てもらいますので、本人はその YouTube とか頑張りたいって言ってるんで、別にその YouTube とか嫌いになったわけじゃないと。はい。という感じで、今日の動画は以上になります。ぜひ、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。 というわけで4月のプレゼント企画がこちらモンタナスポーツで購入した Z 複数入れグラブケースとフォーチュンフィールドのグラブオイルセットを1名様にプレゼントします条件は毎月同様チャンネル登録 &4 月の動画にコメントで応募完了ですので是非よろしくお願いします